出てこい。エレバランクの非常時を確認しました。どうしてもやる？濃厚な性格のエレバランクは
Thank you.
クラウドさん、エンシェントマターを感知しました。盗賊さんたちが近くいるはずなのですが、どうやらお料理中のようですね。正面から行くとまた逃げられるかもしれません。コンテナに隠れながら近づきましょう。置いてくなんてひどいぞ、兄貴。バカ野郎、お宝のため仕方ねえだろ。俺だって団長の思いだ。団長、いい匂いだぜ。盗賊団のボスって意味だ。なるほど。なんでもや、持ってくるかな。俺が出会うんだよな。何でもやな、諦めるまでここで待機だ。あら、もう食っていいか。我慢しろ。うめえだ。いい匂いだぜ。逃げるぐらいがうめえのよ。いやでもちょっと焦げすぎじゃねえか。うるせえ、素人黙って見てろ。いい匂いだぜ。何でもやが諦めるまでここで待機だ。あら、もう食っていいか。我慢しろ。うめえだんつ。へへ、よっしゃ、焼き上がったぞ。レグ特製鳥の丸焼きの完成だ。我ながらうまく焼けたぜ。よしめろ、食事にするぞ。遊んでいる暇はない。どうする？安心しろ。手置きの作戦が、その名も生贄作戦だ。おお、生贄。生贄ってなんだ？生贄はお前だ。お前だ。これやるよ。食べていいか？食われる前に投げろ。
ごちそうさまでした。クラウドさん、あの、再びエンシェントマターが移動したようですが、エネルギー反応は追跡できるんだろう。はい、もちろんです。盗賊団の逃亡先もすでに特定しています。では引き続き調査をお願いします。
おい、アジトの合鍵はどうした？ちゃんと見つからないようにその辺に埋めといたぜ。たけろ、今すぐ掘り出すぞ。泥棒にでも入られたらまずい。てめえら、いつの間に。そろそろ諦めたらどうだ。兄貴、もうダメだ。安心しろ、とっておきの作戦だ。その名も、かくれん作戦だ。どうだ、誰が持ってるかわかんねえだろう。残念、外れだ。さて、正解は…じゃん、俺だ。しっかり確認されてるぞ。でも、これからどうすんだよ。決まってんだろ。逃げるんだよ。いえいえ、だってありきあるぞ。絶対埋まってんだろ。邪魔だ。油断したら。泳がせているだけだ。アジトまで誘導させて叩く。最初からそのつもりだった。なるほど、さすがです。追跡を再開する前に盗賊さんが埋めた鍵を探してみてください。チョコボの嗅覚なら発見できるはずです。アジトへ帰ったようです。今度こそエンシェントマターの回収をお願いします。
当たる。消えろ。ここまでだ。消え失せろ。じゃあ叩き切る。そこ消えろ。わあ、知らないお花いっぱい。お花選ばなくちゃね。任せる。その顔あんまり良くないな。はあ、ちゃんと手伝うからね。リーフハウスに持ってくお花選んだよね。さすがお目が高い。この子の花言葉は家族への愛。プレゼントにぴったり。飾りだからもっと必要だね。かわいい。柔らかいし花飾りに向いてるね。もうちょっと積んでく？わあ、いい香り。クラウド、引き寄せられちゃった？これくらいあれば十分。クリンに届けよ。花飾り大切に
ョコボを被害させるときは魚チョコボを使ってください。妹を助けてくれてありがとう。
凶暴になっています。攻めるぞ。ボンデスの下技でアクトシウムに接触してしまうそうです。非常時のデータを得ることで我々と各国的にモンスターボームに捉えるようになるはず。敵だけでしょ。さてパワーアップどんどんしましょう。ほい沈め。パワーアップ。クラウドさん。クラウド様、討伐ミッションクリア、おめでとうございます。ちょっと、割り込まないでください。さて、何のことでしょう。改めまして、クラウドさん、先ほどの戦闘データを解析して新しいコンバットコースを作りましたので、よかったら挑戦してみてください。によると、巨人タイタンの剛腕は凄まじく、手で地割れを塞ぎ、拳で山を砕いたそうです。もしかしたら、グラスランドの美しい平原は、タイタンのおかげでできたのかもしれませんね。
ているようでした。さすがです。死ぬ間もあるって話じゃねえ。それにヘビの化け物も出るんだろ。チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。グラスランドでは巨人タイタンを怒らせると地震が起こると信じられていました。現在カームで行われている収穫祭も、もともとはタイタンに作物を捧げるのが目的だったようです。
これでグラスランドにあるクリスタルは全て解析できました。お疲れ様です。これでタイタンがさらに力強くなるわけです。頼もしいですね。あ、でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚獣に挑戦してみてください。